橋本さんは英語は喋れるんですか？いいえ。NHK ってやっぱりじゃあ英語はいらない会社なんですか？いや、それは違うと思います。やっぱり NHK も英語は喋れないといけない時代なんですか？私のことはほっといてください。はい、では気象情報、斉田さんです。こんばんは。そうですね、やっぱり英語ってまあその、ね、日本人ですごい英語の話題こんだけなんかすごい盛り上がりますけど、実際別に会って喋ればなんとかなることも多いし、言葉だけ以外のコミュニケーションって結構依存するところも多いと思うんですよね、まあ、でもまあやっぱりしっかり話せた方がよりちゃんと伝わると思いますか。いやでも喋れないで自分で言ってる人が言ってもあんまり説得力ないんじゃないかな。だからこそ思うんじゃないんですか。、まあ、だからみんなが英語こんなに勉強しなきゃって、うん、来てましたもんね。ではまた。